ニレクチェニリ。こんにちは、ニラリーシ。今日は浅草に観光に来ました。それは雷門。雷門に来てみーし。雷門の下に龍が見ました。きっこいい。それから中に進んでいきたいと思いみーし。これは雷門の裏側でーし。雷門を抜けると中見世になってまーし。中見世は新勝寺の表参道でーし。日本で三つもフィリー商店街の一つですよ。耳地が飾ってあって気はいい。針に来た時は桜だった気がしみーし。中見世でニラがじっち食べるのが秋のお店のきびだんごでーし。早速買ってきました。いただきみーし。きな粉がたっぷりでとっても美味しいですよ。おりんごといえば有名なケチラも忘れちゃいけねえですね。いっぱいいるー。わらび道ディリンキも入れてきみーし。今日はいちごミルキにしてみみして、ウィリビミチギティピリって言っても美味しいでーし。食べてばっかりじゃなくてチントウミリもしてつうみみーし。キチリゲヒジミン、キチリゲヒジミンです。クリーに切るといよいよふんどーですよ。さてキチリゲ近年でいつも呼ばれるふんどーでーし。新数字のふんどー、すごい立派でねー。ヒンディーも刺激でキノコジーノトゥーもすごく立派でねー。ニギさんは初めて浅草に来た時、スカイツリーよりもゴジーノトゥーに感動してみして、たくさん歩いたので甘味どころに入って休憩でーし。ニラは白みつみっちに知るためにしみして、にぎさんは神だと見てるし、どれもおいしかったでーし。せきちりはしみだけは名物金のうんこじゃなくて金の炎らしいです。くりげ金の炎、納得いかねえけど、これは金の炎らしいでーし。ちなみに真ん中にあるのが朝日ビールの噴射。ビールジャッキをイメージした建物になってます。金の炎は朝日ビール社員の燃えるくくりをイメージしているらしいですけど、ひんてけねー、うたがわしいねー。ニレはキレキレ、左側に見えているスカイツリーを目指しまーし。ハリのみららのしみで君、気に続きはわかりません。キミリリムンからスカイツリーまでは歩いて20分ぐらいでーし。ちょっとしたお散歩にぴったり。やってきました、スカイツリー。ゆるキャラたちがお出迎えしてくれてみーし。ミニクがシュルキャラちゃん、右がティッピンピン、左がスクビリビリでーし。ご覧ください、キチレゲ TQ スカイツリーでーし。 TQ スカイツリーは高さ634m、世界一の高さだった気がしみーし。
後ろから見てもおぎりし、すごいテクスでね、ちょっと大きすぎて意味がわかりません。四季一輪のティンブーディッキの高さは2,150m、市のさらに上ティンブーケールの高さは2,450m なんだって。竜風上げるには当日券3,100円、これも高い。ミラにはちょっと手が出せません。一回上がってみてと思いまーす。ちなみに TKTV は高さ 150m まで続く600段の外階段を歩いて登ることができるみたいです。そっちも行ってみてね。ミレの浅草観光、みんな出てて一緒に楽しんでもらいたくね。ミレはいつもはゲームの世界で暮らしてるんだけど、たまにはこうやってみんなの世界にも遊びに来てみーし。あなたの道にも現れるかもしれないから、みんな待っててね。それじゃミレクでして、待ってね、ビビー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してくれたのかい？依頼状、火を出してるけ。